Hey everyone KTV へようこそ日本一のポッドキャストを皆様に毎週火曜日お届けします本日はエピソード十一。もうそんなですかもうそんなです、えー、っていう感じでちょっとあの今日は豪華なゲストがいるんですが、はい、ちょっとね今日あの自分目を目が覚めると Twitter とか Instagram を、まあ、見てしまうんですけど、はい、まあまあそうですよねそのなんかね、はい、あるの ある投稿をツイッターで見て、ちょっとなぜか機嫌悪くなって、それをみんなと分けていいですかいきなり最初から機嫌悪い。なんかね、ダイエット中はよくあるんですけど、読みますね、どうぞ。YouTube で手に入れる知識っていうのは無料の知識であることを忘れてはいけない。無料で手に入れた知識はそこまで価値がない。 例えば、パーソナルを受けたり、本を読んだり、勉強したり、そうやって自分でお金をかけて得た知識の方が何倍も身になるし、うん、効果も出ると思う。うん、自己投資は大切。で、言いたいことはわかる。はい、でも、もう意味不明、この言い方が。No, no, no, no. その、無料だから価値が低い、<laughs> お金をかけたからいい情報、うん、じゃあ図書館行って本読んだらそれは意味がないってこと。無料だから確かに。うん まあ自己投資が大大切なのっていう言いたいのは分かるけどうん、うん、そう,ね、そうなんだろうそのすべての無料の情報を同じレベルにしてほしかないから確かにレベルがある。うん、カネキン TV の情報は。<laughs> あ僕のことあ別にじ <laughs> 自分のこと自分の何の間ですか <laughs>、まま、ちょっとねなんか感情的になってしまいましたねなんかねそのだからお金をかけたからといって、はい、パーソナルトレーナーでもお金をかけたからといって、はい、ゴミトレーナーたくさんいるじゃないですか、うんうんまあ、そう大きい声では言えないですけどいますね名前は別に誰かを想像してる、ね、わけじゃないんですけど、はい、とんでもない人もいるじゃないですか。はい、だからそうやって見極める結局 お金がすべてじゃない、時間しかないじゃないですか、うん、人間として。はい、だから、その時間の投資がすごく、まあ、一番、うん、まあ価値があるもので、無料の動画でも、やっぱり勉強する知識、はい、なんて言うんだろうね、わかりますよ、勉強の仕方が大事。言いたいことは分かります、すご毎夜、ね、はもうだんだん分からなくなってきたから、そ、ね、まあこんな感じで。はい そうですよちょっと悪くしたんですよじゃあ僕もちょっと相談いいですかシュンさん今その無料の知識っていうのがあったと思うんですけど僕もちょっと MC うまくなりたいんですよねでんか僕に聞いてもねそうなんですよねだからなんかこう MC の知識をくれる方いないかなってああでつなげてる感じそれ言わないでくださいそれいやでもねその僕らもはい この KTV を始めていろいろ勉強になってます僕も日本語ができない分こういうのがあることによってちょっと少しずつ話すのが慣れてきてるし神宮寺さんも別に MC って言ってるんですけどまあまあまあいいですよ MC でまあまあこんな感ダだらだら続くんですけどつなげようかうまくそうですね今日は MC 本物の MC え <laughs> 本物の MC が今日来ます <laughs>。で、あのーはい、競技に出てる人、日本でボディビル系の競技に出てる人がもうすべてこの人の声を聞いたことあります。はい、間違いないです。間違いないですね。で、すべての勝利のと一緒にこの人の声が すべての勝利の海に。思い出深い。<laughs> <laughs> 日本語が出てこないマヤ。読みましょう。うまく紹介して、はい。はい読みましょう。それ <laughs> えっ、ー、と NPCJ のメイン MC である、えー、本日の野沢翔さんにお越しいただいてます。ういます。みませんちょっとあのオープニングトーク長くなっちゃいました <laughs>。いやここでこれをサクッとつけて、ね、今日は金金が。 機嫌悪いっていうところにあの先生に協調としながら参りました野沢翔です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。遠路ハルバルありがとうございます。お招きいただきありがとうございます。ありがとうございます。いや僕ら緊張しちゃうね。緊張しますね。仕事が奪われてしまう。どんなふうに見られてるんだろう。いやいやいやでもね冗談ですよ僕らもえーとなんかいろいろ質問をツイッで募集したんですけどまずなんか翔さんがま先ほど ちょっと紹介したんですけどいろんなことをやってらっしゃる方でもあるのでちょっと質問僕らで考えてこれね嬉しいですねいつも僕質問とかする側じゃないですかあけどちょっと分かります僕もその気持ちたまにこう聞いてもらえる分かりますいいんすか今日出させてもらってやも今日はゲストなのででも気持ち分かる気がしますんかずっと相手あなた今どう思うあなたの気持ちはどうってでも逆にえっ翔さんは 今、元気ですかみたいな、ちょっとぐらいね、そういう人対人ですからね。わかりますでもね、なんかさっきオープニングの時に、無料で得た知識で運営を勘弁できょうは無料で MC のその知識をって言ってね、逆にこう質問を忘れてもっめちゃくちゃ答えるの下手だったこれまずいな、よし今日しっかり答えます。 でまあ NPCJ のメイン MC としてもう知らない方はいらっしゃらないと思うんですが野沢翔さんそのちょっとまあバックグラウンドだったりえっとまあ過去ですね翔さんが何をしてこの何をしていて、はい、まあもちろん選手として活躍されてたかなと思うんですけどそこからどうやってこうメイン MC までなったのかそういったちょっとバックグラウンドお聞きできたらなと最初に思うんですけど、うんうん、活躍されてたかなってえー、っと今も現役でやってます大変失礼しました現役です大変失礼しましたはい大事です <laughs> はい。 どう,どうですかというか、まあ、バックグラウンドというかうん、うん、MC になるまでどういった経緯で MC になったんですかねえと NPC 上のメイン MC になったなるまでですよね。もとも、ね、となんですけど、はい、えと僕はこう喋りの、まあ、ラジオ番組を、うん、東京 FM の、えー、とミュージックバードっていうところで、はい、えと深夜番組で音楽とか情報番組をやらせていただいてたんですね。それが2012とか2013ぐらいだったかな。 はい、そこまでこうラジオ DJ としてやってたんですよ。でその時にこのラジオ業界にも、あのー、ボディコンテストと同じラジオ DJ コンテストっていうのがあるんです<ー>こうで多分ねこう金金さんのファンはこう全国にいらっしゃると思うんですけれども、あのー、名古屋の方だったらご存知かと思うんですが ZIPFM という、はいまあ、大きな曲があって、はい、そこが毎年開催する ナビゲーターミュージックナビゲーターコンテストっていうのがあってですねちょうどその番組やってた時にそこに出たんですよ、えー、そのラジオ DJ コンテストっていうのに出て、はい、でそのとそこで全国からこう来て、まあ、こういうようなスタジオでお題が出て自分でこういろいろこうあの面白おかしく話を構成してインプロバイ,イゼーションみたいな感じですかなんか課題がオバってくると そでじゃあお題の曲要はその話題とそこに合う選曲を自分で選んで曲紹介もしていくみたいな、えー、結構初めていくと結構テンパる、ね、戦いなんですけどどれだけこううまく、はいあのー、表現ができるかっていうようなので競っていく審査員が陣をつけていくんですけど、はい、でそれは2回目の挑戦で。 優勝でできたんす僕本当にこれう<わ>もう本当それこそ可燃金さんがこうプロになる目標と同じぐらい欲しかったタイトルで,、はい、でずっとそれをこう目標にずっと練習しててそこでこう優勝してでそれが2013年の時にその時あたりからメンズフィジークが日本に上陸しだしたんですよね。はい、で2014年、まあ、私も競技初めてやっててジムにビーフ佐々木さんが。 いるんですよあ,あ,、はい、あの時の髪型どんな感じでしたビ e e さんの。今ロンゲじゃないですか。<laughs> ロンゲあの時は単発だったな <laughs>、うん。今だいぶロン毛ですけど6年の時を経て今のビーフ佐々木の筋肉とヘアスタイルが確立された。っていう感じで、まあビ e f さんが結局いて、はい、ジムに。で NPCJ っていう団体が2015年に立ち上がるんだけど。 野崎くんなんか MC でなんかコンテストで優勝したじゃんみたいなちょっとそこでそれをあのビーフさんが知ってたそうなんですよ<ー>ジムでも結構僕がこう喋りのことやってるってのを結構知ってて、はい、でちょうどビーフさんも現役でガンガン試合出てた時で、はい、でビーフさんの試合を見に行きますでちょうど僕の DJ コンテストも翌週ぐらいに決勝戦があって b ーフさんが優勝して ビーフさんの,その優勝したパワーをもらいました僕も優勝してきますっていうような話をして,て、はい、野沢君、どうだった優勝しましたすごいじゃん、うん、みたいな話になってじゃあ、ちょっとそういう新しい団体っていうのが立ち上がるからそこで MC をしてみればいいんじゃないのって言って5月のブレイズオープンですよあの広川選手が初優勝したそこで MC をこうやらせていただいたっていうのがきっかけだったんですよ。 ビーフ佐々木きっかけ、はい。NPCJ の MC もきっかけもビーフ佐々木きっかけだったんですよね。なんか歴史を感じる。そうですね。翔さんもじゃもう本当に最初からいたんですね。もう NPCJ はもう一番最初のですよね。あのブレイズオープンっていう試合からまあ毎年毎年こう大会数増えてますけど、NPCJ の大会で開金賞なのはえっと2019年の。 今日までですよね、はいはい、今日までの大会で一度も、えー、休んでないのは、はい、MC の私と事務局長の石崎二人だけですうおー <laughs> <laughs> 解禁賞はすごいですよ解禁賞ですなんかあのー うん、な,んかなんか症状を送られますね、いつかは。俺も解禁症だよって人がもしかしたらいたらすいません、い p c j のスタッフの。でも n p c j が、まあ、自分はその最初からいなかったんですけど、分その1年後、2年後ぐらいから n p c j の大会出てるんですけど、その時と比べても、今と比べても、もうその規模が、うん、規模が本当に違うもう手に負えなくなってきましたね。もうなんか海外 の地方大会とかよりも全然でかいですけど、うん、すごいです、MBCJ のだって、あのー、もうすぐでモーラカップっていう茨城の大会があって、それは結構、まあ、MBCJ の大会の中では結構小さい大会だったのが、今ではもうって会場もでかくなって、250人選手、<ー>うん、そんんなにいるんですかで<ー>チケットも売り切れ、ま、て、うんうん、昨日読みました。すごい そうだから一番最初の2015年の NPCJ 発足の時はもうこれあの坂部さんとも今、思い出話になってるんですけどあのこう観客があまりにも少ないからみんなジャッジも後ろを見るな後ろを見るな後ろを見る誰もいねえぞ <laughs> <laughs> そんなところから,だから僕も前空いてるから皆さん、お客さんチケット関係なく前、もう全員来ちゃってくださいっていうそういうお客さんをこう前に寄せて。 来るはい苦労から始めて <laughs>、はい、だから去年のね本当ビーフ佐々木クラシックなんてね金カネキンが優勝したのとんでもなかったですよねびっくりしました自分もその、あのー、ステージ上がるまではその観客見,見,見なかったので見ないようにしてたので出た時のうわっえっええでで、まあ、っえ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 でえっ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 ええ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  すごい、えー、本当あの、地鳴りのようで、えー、いくら盛り上がった大会でもあの,ああの瞬間カネキーンって,って出てきた瞬間のブワーンというあれは自分の,あの MC 史上初めてでしたからね。すごいいななうし、ん いやすごかった、えーはい、そんなことが聞かれるほど <laughs> なるほど,なるほどそのんさんが最初に NPCJ の大会出たのって何年ですか2000年は覚えてないですけどまあその、まあ、モーラーカップのええ2016年2017年わからなんかもう30ぐらいな歳になってからもう <laughs> 記憶が飛んじゃいました記憶が <laughs> でもはいそんなにまあ 自分の競技の歴史自体長くないので多分2016とか17とか、うん、なるほどなるほどやっぱ野沢さんもその最初カネキンを見た時どうでしたなんか選手としてカネキンを見た第一印象というか第一印象カネキンを見た第一印象という、はい、よりもカネキンとこ会った時の第一印象はい俺のこと嫌いって思ってた <laughs> <laughs> いや本当ににんかねそっけなかったのよああ<ー>こっちはやっぱカネキンのこと知ってるわけですよね、うん、ああ 知ってるはい。で、ごめん、俺がもしかしたらあの時、慣れ慣れしかったのかもしれないけれども、<laughs> 俺な、金きに今、何も悪いことしないんだけどな俺のこと嫌いなんか目合わせてくれなかったような思い出がで勝手。シャイだからかもしれないですね。うん、そうだったのかな。あの純、なんかその、あの時、うん、なんだろう <laughs> 絶対嫌いではなかったです、ね、んんすか変なやつ声かけてくんなみたいな。<laughs> <laughs> いや<ー> <laughs> 自分は翔さんの第一印象はやっぱりその覚えてるのが翔さんがやっぱり MC をしてた時だったかもしれないですああ盛り上がってるすごいなんか、うん、<laughs> いいなーっていう感じいいなーいいな,ーいいなーっていう感じなるほど何かいやでも自分はそういう印象を上げるかもしれない最初あのあその相手に対してですか、うんうん なんか少しずつそういうのうまくなってうん確かにけど僕も確かに最初会ったときちょっとこうあ同じ同じだった同じなんかまあ僕はそのここの会社に入るための面接最初に旬さんとお会いしたんですけど一番最初の面接があのカネさんそうですはいはいはいでまあなんかこんにちはみたいな握手してで座ったらなんかこううんうんみたいななんかもう何がしたいのぐらいの面接はまた違うんじゃないですかまた違うんじゃな違いますかその時。 初対面だったでそうですそうです去年の11月ですかね<ー>10月ぐらいに初対面で第一印象どうだったんですかえしゅんさんのですかいやもうなんだろうテレビの中で見た人ですよね簡単に言うとなるほどね、はい、顔小さってでもそれは僕も見ましたわかりますこのさわやかな <laughs> かっこいいな。どんだけ頑張ってもこうはなれないじゃないですか。もっと言ってください。もっと。いやな。本当で僕このフィットネスでえっといつかのあの YouTube の金金の回で、あの加藤江戸田さんと金金さん二人がなんかちょっと半分プロモーションビデオチックなのを作ってくれた時あったじゃないですか。金金ジムがちょっとできる前ですか。イエスおそらくそれです。でこうちょっとミュージックつけて。 プロはいはいあれ見た時は本当に感動したフィットネスをここまでかっこよく見せられるのってこの二人しかいないよね間違いないもう相乗効果なんですよエディとカネキンが二人来るともう相乗効果ですごいものがそこにできてるんです高評価ボタン押しましたもん鳥肌さん高評価ボタンがすまないぐらいいやでもあのエディとはすごく気が合うんですよねんかお互いビジネスで同じようなことやってまあライバル でもあるんですけど、そこはお互い高めあって、すごく好きですもう新しい時代来たなって思いましたあれは。うん。スポルテックもすごかったですからね。すごかった本当に。張さんいらっしゃいましたスポルテック。お邪魔しました。本当ですか。本当にあのね、あのエディのあのブースに金がいて、タグス選手がいて、竹本君がいて、めちゃくちゃ豪華でずらっとこうレースができててでもこれが。 あのー、多分坂部さんとかビーフさんとか、うん、我々の先駆者さらに先駆者ボディービルダーたちも、はい、こ,うこうなりたかっなってほしかったんですよ、うん、やっぱ日本でフィットネスっていうのが認められて、うん、多分想像はできてたと思います、うん、なんかただその時が早かったというかその,の YouTube とか Instagram とか Facebook とかまだすなかったんですよ、ね、いんなくて、うんうん、その。 その前でしたらそういう雑誌とかテレビじゃないですかでも今では誰でも話したいことあればもうインスタライブをパッと開いて話せますしんかメッセージが伝えやすくなったのはいいんですけど、まあ、悪い感じで見れば、えー、とその言葉の価値が下がったかもしれないです。だからその言葉の価値が下が下った分 その言葉に価値を持ってくるのはその誰がそのことを言ったかっていう世界に今なっていると思って,てそて自分がワークハーツでのていうのとまあどこかのまあ人が言うのとまたちょっとなんか思いが違うかもしれないそういう世界になってゃるてるからそこをなんか自分は理解してなんかうまく使おうとしてる,るでも確実に変わったのが10年前とか20年前フィットネス筋肉っていうとちょっと悔しいけども 笑いの対象みたいなところはあったんだけれども、憧れ、リスペクトの対象っていうのにこう完全に変えてくれたのが、です、ねうん、これは本当に。で、ファッションとすべてをつなげてくれた。ですね。いいその笑いの要素も絶対あってもいいんですけど、そのバランス的にそこがほぼまあ90%ぐらいだったじゃないですかたですね。一般の人が見たら、筋肉イコールもうパンツ一丁で、うわーってやって。うんうん はみ出し注意みたいな、ボーンってなんかモザイクが出てきたりとか、<laughs> う<ん>そういうのあったのが、うん、まあこれだけじゃないよと思ったので、もうそれもそれで面白いんですけど、うん、それだけじゃないって,って、うん、いや、すごいですね、一つの文化を作ってくれた、いや、本当に、そんなカネキンの KTV に出れて、うれしく思います。今 SN、SNS の話も出ましたけど、翔 <laughs> さんも,ももちろん SNS はやってらっしゃいますか ももうやるしかなくない俺もち,ょちょっと微妙な年齢なんですよ。微妙なそこが苦手なのか使い切れるのか微妙な年齢ではい、はい、結構頑張りましたね。ああ結構頑張ってやるようになったんですけど、はい、最近インスタグラムはこう使いあのストーリーとかできるようになったんですけど、はいうん、ちょっとツイッターとかよく分かんなくて。はい、<laughs> でもあのしょ、しょうさんは SHOWTV、えー、と TV っていうチャンネルを。はい、えーと 最近始めてそこではもういろんな選手インタビューしたりもう全日本全国回ってるじゃないですかそういった動画とかすごく興味深いので皆さん SHOWTV のチャンネルリンクの動画に貼ってます詳細欄にぜひぜひ飛んでくださいそうなんですよね SHOWTV はやっぱり大体みんなまあ金金もそうですし小池さんとかみんなそうですけどやっぱ個人をフォーカス本人をフォーカスしてるんですけど僕はやっぱりこの MC という立場もあって あのやっぱりこうみんな選手をどん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 フォーカスしていってそれこそ地方大会全部行ってるので例えば東京の人が福岡の大会見たくてもわざわざ行けなかったりとかだったらちょチャンネルに飛んでいただいて福岡の雰囲気はこんな感じだったとかね沖縄はこんな感じだったとかこうやっぱ全国でどこにいても NPCJ の大会の雰囲気を味わっていただけてここの地方にはこんな選手がいたんだなとかね。 そういう情報を共有できる番組にしていきたいななんて思ってるんですよねいや素晴らしいですね最高ですよ自分も見てるので皆さん <laughs>、はい、ぜひぜひそっちの方に飛んでくださいチェックお願いしますよろしくお願いします,します頑張ります、はい、あの一緒にやってるトリーさんっていう方もね、はい、NPCJ のウェブ担当でポスターとかも全部 その鳥居さんという方が作っているのすごで <laughs> その二人とこうも,う <laughs> もう気合を入れて作っていくチャンネルですので皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> <はい S 2> お願いしま鳥居さんも今カメラでは見えないんですけどそちらの方に座ってらっしゃいます。<laughs> はい,はい,いや、いいですね、なんかいろいろなんか僕らがもう今まででしたらそのもう手に数えられるぐらいのフィットネスチャンネルです。 ちょっとユーチューブ数日離れたらもう置いていかれちゃうんじゃないか、はい、っていうぐらいの勢いで、もう毎日のように新しい情報 <laughs> 新しい動画なんか選べる、うん、あの選べるなんですか ?Luxury ってなんていうラクシュリ y l u x u r y うん贅沢さそれそれ選べる贅沢さが最近あるので <laughs>、うん、なんか今までしたらフィットスカネスあっ金木の動画でショールダープレスを学びたい、うん、ああまショルダープレスを学びたい金木、うん、の動画見ないとっていうのが いやのやり方は嫌いこっちの方がいいとか選べるじゃないですか確かにすごいです確かに間違いないやっぱそのフィットネスチャンネルが増えたことに従って人口もフィットネスの人口めちゃくちゃ増えてるじゃないですか増えてますね大会の人数もどんどん増えてってで翔さんだからこそ分かるなんかその MC 中にあった面白いエピソードというかその選手の方と触れ合ってみて面白かったエピソードなんかありますかこれね NPCJ の面白エピソードっていうとやっぱりこう選手とかお客さんにフォーカスしがちなんですけど 結構内輪の,、はい、あの皆さんが見えない部分面白い話なんですけど正直、あのこのラジオの現場とか、はい、こう放送の現場ってやっぱ長くても、まあ、半日とかで自分がこう出演しているところはもう、まあ、数分だったりとか数十分とか長くても数時間ただ、例えば去年のビーフクラシック選手600人以上<ー>それを予選、決勝コールする。 <laughs> 朝から始まって夜まで立ってる現場 <laughs> 十何時間立ち続ける現場って人生初めてで、ね <laughs> はい、本当にもうあなんかちょこ気が気がすっと倒れるんじゃないかって、まあ、思うような現場なんですよ、はい、もう自分の放送もうこの,のお仕事史上最強に長い現場<ー>これ24時間テレビの MC ぐらいじゃないかな負けるのって、うん、その他の現場だったら負けないって思うぐらいのいやもっと多分って結構その声とか大声出すじゃないですか、うん 気絶しそうなんですよ。す表彰式の時危なかったか <laughs> もう酸欠になっすもうスクワットのラスト一発もう無理してあげて最後やばいっていうような,ような状況に陥ったんですがですけどそんな中であの面白いエピソードっていうとまあ皆さんご存知ですけどあのヘッドジャッジは NPCJ の坂部がやることが多いんですね。はいはいで MC が私がやってでえっとステージコントロールってこう選手をこう選手の 行動をコントロールするステージコントロール図の事務局長の石崎っていう石崎野沢坂部っていう3人がずっとこう同じポジションでやってると NPCJ で最近お褒めいただくのがあのタイムテーブルの時間通りに全て進んでいくっていうのってやっぱりこの3人が常にチームでこう同じポジションでやってきたからうまくいくんですけどでヘッドホンとかインカムつけてるんですよ。やっぱり大会中の支持が インカムからこう飛んでくる。なるほど。でもちろんラジオとかこの K. T. V. もそうですけど。こうディレクターさんから、あとじゃ何分でし、あ、何秒で C. M. 入りますとか。何秒で曲入りますとか。まあ、こう指示が入るわけですね。で、普通人間ってこう喋ってると。他からこう、なんか声が入ると、喋るのが止まっちゃうんですよ。止まりますね。ただこれって、あの慣れっていうか、そのラジオ、ラジオ僕も喋るの勉強した時。こう、最初は止まっちゃってんだけど、止まんなくなる。すごい。これすごい。止まんなくなる。こうなんか、じゃ、野沢さん、今の。 言い方違うって言った時に喋り終わった後に「あ今ちょっと言い方が違ったんで言い直します」とかそういうことができるようになるんですよ。うん、NPCJ インカム皆さんそちょっと想像ついた方もいると思うんですけど事務局長の石崎さんと坂、はい、部さんって、はい、先生と生徒だったっていう関係があるんですよ。はい、あそれがそのまま今に至って <laughs> 言って先生と生徒だったって関係がそのまま残ってるから、はい、何かあると。 石崎ーってうの <laughs> <laughs> すごい怒こがイ,インカムから入ってきて、はい、<laughs> それを聞きながらそこでも止まらなかったもんね。 よかった練習しててでも最高にこれ修行の番もうどれだけこう喋りの技術とか現場力を磨ける現場なんだろうって思って,<や>ってレベル高いですね順絶対無理です一試合こんなのそうそうでもねこれはもう n p c g の一つ名物にもなりつつあるんですけどう<ー>そういった点にも注目してそう <laughs> そうそういった点もう 外から見るとこれパワハななんじゃない,い、ね、<laughs> NPCJ このまま大きくなっていったらこ,れこのままネタとしてなんか使われちゃうパワハラなんじゃないかってなんですけど、うん、<laughs> もうあれね本当坂部さんの石崎さんへの愛なんですよね。うん、<laughs> で石崎さんも何気にそれ嫌がってないいやでもそういうなんか大会ってもうパパパパ,パっていう感じじゃないですか、はい、だからそんななんか丁寧に優しく喋ってる時間ないじゃないですかもうバってはっきり言った方が。そうまあ 確かにうん、坂部さんはまあ我々のリーダーなんでね、うん、あれぐらい権引力がないと、確かにまあでもあれでおかげさまでうまく大会回ってるんでいや進行ぐらいすごくスごいですよ、うん、最近の大会とか、かなんか自分もジャッジ、あのー、させてもらった機会が何度かあって、なんか、へえ、裏でこんなことが起きてるんだとか、うん、すごくいい勉強になりました。うん、そのいつも見れなかかったこととかもう 選手とか観客だとぜ、もう全然気づかないことがたくさんあって。いや、大会、大会を開催するって。すごいこと <laughs> 大変ですね。大変。<laughs> すっごく大変本当に。まあ、でも、やっぱり選手が一番心地のいい、うん、あのー、状態を。 作れる、はい、やっぱりタイムテーブル通りに行くっていうのが選手としてはコンディショニングもすごい大事じゃないですか、はいはい、1>, 1時間とか遅れられても困るし確かに、はい、1>, 1時間巻かれても困るし、はい、だからそういう部分ではすごい、あのー、やっぱり坂部さんも競技者だし私も競技者だし西、うん、崎さんもフィットネスを愛する人なのでやっぱすごい。 気使って選手が本当に楽しんでもらえるかといってそのジャッジの時間をこう適当に短くするとかそういうことも絶対したくないしだからいいバランスを取りながらこうコンテスト運営していくっていうのは我々すごい気遣ってるっていうところまあちょっと面白話からはちょっと脱線しちゃいましたけど面白かったですよまあ僕のインカムは怒号が飛び込んでるっていうね怒号っていう言葉初めて聞きましたそそうななんんでですねもかその 強い感じのことですね怒ってるって感じですよいいですね今度使おうどこで使うんですかわからない <laughs> KTV のどこかで,そうですね。金品がどこを発する瞬間に <laughs> <laughs> ありがとうございますその MC を ずっとやっれてるなんか、えー、と野沢さんなんですがその MC 中のこれ僕個人的にちょっと聞きたいんですけど MC をやる前のルーティーンというかその MC やる上で心がけてること意識してることって何かあったりするんですかまず MC をやる前のルーティーンは、えー、と大会の日は必ず同じ下着をつけるおん <laughs> パンツトランクスなぜですかえっとね、まあ、ちょっと大事な人にもらった、まあ、パンツが2着あるんですけど。はい まあ、NPCJ 毎週あるんでね、うん、こう毎週こう A のパンツ次の週は B のパンツっていうのうの日本語で原を担ぐっていうのがこれを履いてれば絶対に失敗しないお、えー、っていうのがあって必ずあの大会当日は同じパンツを履くっていう、はいまあ、ルーティーンがありますね,そ,うですねそこはここあの心がけてるっていうか原を担いそれを履くと安心するみたいな <laughs>、うん。 実際的なアドバイスと思ったらなんかまさかの <laughs> 誰もわからないことですよね。そう<ー>ま,まずそれをやってまあルまあルなのルーティーン、うん、何らかのルーティーンってことですよね、うん。これをやっとけばちょっと安心だとっ,、うん、っていうのでまあステージに入って、はい、あとはあれですねあのお客さんが最近本当に一般のお客さんも増えてきたんですよ。はいうん、だから一般のお客さんにもこのボディーコンテストっていうのがどういうルールであの 進行していっているのかはい、やっぱルールがわからないスポーツってなかなか見てた楽しくないじゃないですか。だから選手がステージ立って楽しいのはもう当たり前だから。うん、あ,あとはお金払ってきていただいている観客の方々が。ああボディーコンテスト来てよかったな。うんうん、あ楽しいなって思えるような。えー、説明の仕方ですね。なるほど。我々だとここで多分金金と今話したらこう結構あの。 バスキュラリティとかストリエーションとか業界用語を使っちゃうんですけどなるべくそれを使わないように分かりやすく説明はするように心がけてるんですけれども伝わってますでしょうかすいませんあのねあのいつも説明があれだったら伝わってると思います僕も、はい、いやそういうの大事ですよねやっぱり僕らってもう何年もやってて当たり前と思ってるような情報でも。うん あのー、大会ってもあまりにも早く成長していてそのフィットネス業界、はい、もう毎回毎回大会、多分初めての人も増えてますよね、本当に多いです、えー、今年やっぱり選手ミーティングの時とかとか、あのー、コンテスト初めて出る選手どれくらいいらっしゃいますかって手を挙げると結構、でもこういうふうに初めてコンテストに出場してくれるっていうのもやっぱりね、はい、金金さんが作ってきた。この、うんえー 何かこうああいうふうになりたいなとか俺もああいうふうにやってみようかなって思う人がそれだけ多くなったっていう間違いないですそれは会員さんとかでもたくさんいらっしゃいますもんね自分の会員初めて大会に出るっていう方が多いですねでんさんにどうですかみたいなそう贅沢なそういやでもすごいですよんかあの大会のための体の準備っていろいろ学ぶことも多いと思うのでそういったなんか そのすごいですよ、やっぱりこれは本当にプロ目指す選手だろうが初めて大会出る選手だろうがやっぱりそこにかける思いってみんな同じ熱量で確かにやっぱりまあ,ある意味、本当人生の24時間平等の中のほとんどをやっぱそこにみんな捧げるっていうのはねこれ、みんな変わんないですからね出た人じゃないとねほんとちょっとこれ分かんないなんか涙があるんですよです。<laughs> 言い方悪いかもしれないですけど、まあ、普通からしたらあの考えられない食事とかじゃないですかすごいなと僕も思います、本当に、うん、でもその目的が、はい、あと目標があればその普通じゃないことができちゃうんです何のためにやってるかはっきりしたりすれば、はい、あとはなんかその普通の人から見てもう論外みたいなことを僕らは当たり前かのように。 できちゃう確かにしかも全部それって全部のことに通じるかもしれないですねああかもしれない目標があればそうそう何か深い話になっちゃいましたけどそうじゃあまたちょっと MC の話なんですけどはい MC やってる時の失敗談なんかありますか失敗そのさっき弦を担いで失敗しないようにするみたいな話あったと思うんですけどもうこれ失敗しちゃったなみたいなあったりしますか失敗談 確かになコンテストの調整で失敗するしたことは山ほどなんだけどな <laughs> ほとんどが失敗なんで喋りの失敗っていうとね <laughs> なんだろうなあでも一番の失敗はやっぱりこれは本当に過去運悪く私がそこのそのタイミングで当たっちゃった人申し訳ないですけど選手の名前を読み間違える<ー>これは本当にちょっと正直あの、はい、申し訳ないですと謝るしかないですけど、うん、やっぱりねすごい。 文字数があるわけですよね。そうですね。<laughs> すごい文字数があるわけですよね。で、もちろん漢字、はい、そしてふりがながあるんですけど。時たまやってしまう。あの、良<ー>介とか、りゅ、りゅ、りとか、り<ー>とか。はいはい。そういうとこ、良介のところ、り介って言っちゃったりとか。うん、そういうことが過去に。あったかなそそ。それは。でも、みんな。 と思ってないでもうこれだけ読んできてるからありますよ絶対例えばエントリーナンバー1番誰誰エントリーナンバー2番誰誰っつってエントリーナンバー3番誰誰で,で間違えた瞬間3番の選手ええー、みたいな <laughs> <laughs> パ,パッと目が合うんですよ <laughs> 本人と、はい、であやっぱ絶対これ今俺間違えてるなと思ったら失礼何入ってもう一回,回読み直すっていう<ー>本当にそのせっかくそのワンポーズにかけるのに本当にその瞬間をね <laughs> で鼻をくじいてしまうっていうような <laughs> そこは本当に 気を遣うってやってますね。うん。ま確かに名前の間違いっていうのは、ちょっと気になるかもしれないですね。虫が僕も、僕の話またちょっとしちゃうんですけど。僕の神宮寺も、最後の字が寺じゃないんですよ。これ。ほう。コメント欄、寺ばっかなんですけど。なる司会のしです。皆さん。M. C. なんで。そう、神宮寺の司会のしなんて覚えてください。まあ、その名前も。あ、そうか、しょうさんに聞こうと思ったんですけど。 ショーって普通英語では SHO じゃないですか。ああはい、それに W つけてるじゃないですか。はい、それはそのもうショーマンまさにおっしゃる通りなんですよね。もう金ンさんの今おっしゃった通りで、やっぱりこうショーのような、はい、あのステージを作りたいなっていう思いがあって、はいうん、最高じゃないですかで。やっぱ人生もショーじゃないですか。第一幕があのオープニングがあって、はいね、こうどん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 ,どんこう回を重ねていくごとにこうあの人生のいろんな展開をしていくみたいな。はい ねなんかそういう方が楽しいですよねやってて、はい、そういう意味で S H O W にしてもいいですね超なんかし司会者の名前確かに <laughs> 普通のなんか普通まあショっていうよくある名前を W をつけるだけでそう お,おしゃれ今日かぶってくればよかったのが SHOWSHOW って書いてあるこの前なんかキャップを、ね、お土産でもらってこれ SHOWTV の時にかぶっていくあ今日かぶってくればよかっ <laughs> たな逆にそれをたくさん作って <laughs>、はい、会場で販売すればいいじゃないですか。 <laughs> 僕はもう喋ってもうみんなを盛り上げることがもう僕の使命ですから MC としての存在がすごく大きいんですけどその先ほど最初のほで言ってたようにまだ選手として元気じゃないですか。うん、あかそこ拾ってくれますもち,もちろん。で、なんかその今日もこの何ですかこの収録前にもなんかタッパーに鶏胸を入れて食べててなんかもう賞賛の中では。 どっち何パーは MC 何パーセント選手ですかこれはやっぱり金金、まあ、もじゃあアパレル何パーセントでやってる選手として何パーセントあ難しいな結局全部本気じゃないですか全部本気です全部本気じゃないですかはいまあそれを二足のわらじっていう方もいるかもしれないけども、うん、やっぱそうじゃないですよ全部本気なんですよ、うんはい、でなんだろうな選手としてやっぱりまずこの現役でい続けるっていうこと あの理由としてはやっぱりこのフィットネスの、まあ、栄養学もそうだし、はい、ポージングもそうだし競技の内容もそうだけどやっぱり毎年毎年こう目まぐるしく変わっていくんですよね、うん、でその減量の方法とかも、はい、で毎年それをやることによってやっぱり自分の知識がブラッシュアップされる、うん、だから必ず自分でやって現役でい続けること、うん、でそれをこう指導者として伝えることって、うん、自分が現役で自分で試してるってのってすごい大事だなと思って、うん、まさにポーズの。 現役ややめちゃううととどうしてててもポージングの練習って辛くてやんないと思うんですよ、うんはい、でも現役だとこうしっかり続けられるう、ねうん、やるしかないっていう気持ちがあるから、はい、やっぱりそこはこだわってあのずっと頑張ってやっていきたい競技だなっていうのをじゃあ選手はこうやってステージに上がるじゃないですか、はい、それを見てて、はい、まあ MC をしながら見てていや自分もあ,あの人に勝てるこの人に勝てる自分もたそこに立ちたいとかって。 なならいいですすかそれは思いますよめちゃくちゃなんかもう<ー>もうあのいやそれはねほんとにいつだったかな2016か7ぐらいのワールドレジェンドクラシックの時に、はい、自分その時一回もう MC やるしかないなと思って MC やったんですよあ覚えてますめちゃくちゃ辛そうなやっぱり華やかだし、うんはい、もうみんな楽しそうなんですよ選手が、うんうん、そこでやっぱり絶対これワールドレジェンドクラシック 選手とととししてて出出たたいい思っっ翌年はちょっと出ちょゃいましたね<ー>もう、翔さんあの、トップフィジーかなんですよ、結構、もう昔からあの、体型がもうすごく B シェイプで、ウエストが細くて、何ですか、もうそのポージングもすごいこだわりがあって、もう,もう大会、次いつなのかな、いつかなってずっと思ってて。今年はちょっと年末の方に向けて、はい、ちょっと今、 上半期のダイエットがちょっと終わって今コンディションがかなりいい状態に来たんでちょっとさっきカネキンさんにもインタビューさせていただいていいオフを取れるかどうかってすごい重要になるじゃないですかちょっと僕はここからまたいいオフを過ごして最後の方の大会にちょっとまた合わせていこうかなって思って今1年年間通してやっぱ計画してるわけですかうねその日は誰が MC するんだろう確かに確かに のビーフさんの奥さんの NPCJ の理事でもあります佐々木サリーさんが代わりにやってくれてその前までは坂部さんがねいつも僕の対抗で坂部さんも競技者だからいいよ出ていいよ出たければ出なって言ってくれるのもすごいありがたい環境なんですよね坂部さんのあの面白かったです自分が一番最初に出た NPCJ の大会がモーラーカップで坂部さん司会やってたんですけど司会だけじゃなくてんか選手を並ばされてて。 なんとか紹介したこと、ちこっち、こっちや、君、おいしろ、おいしろ <laughs> <laughs> 行ったり来たり、<laughs> お汗かきながら <laughs>。ある意味、スーパー MC ですエム MC やって選手紹介して、ステージコントロールもしてしまうみたいな。あのときは、まあ、坂部さんの話,話なるんですけど、その自分、フィジーク大会、向いてるのかなって考えてた時期であって、はい、そ,のその前は、えー、JBF の関東オープン出て、何位だったかな、7位とか、わからないんですけど、うん、まあ。うん でちょっと N p c j えタトゥーが OK な団体があるのとあと、うん、で発見して、しかもウェブサイトもっとおしゃれじゃんと思って、そこにすごい軽い気持ちで出た。うんうん、で、そこで、自分はもう全然知らない人の周りに、で、そこで出て、たまたま大輔がいた大会、で、うんうん、大輔に勝てた、で、大輔は誰かも知らない、すごい選手だってことも知らなかった。うんはい、でもステージ、自分が優勝して、ステージ降りるときに、坂部さんが。 大山君に勝てたんだから君はすごいよ才能があるって言われて <laughs> そのことは今でもすごく覚えててえ自分これ向いてるのじゃあやろうってもう結構坂部さんのあれは大きかったです坂部さんには言ったことないんですけどうん、うん、あれ,ああ,れがああいうのも大事なんだと思ってなんかす,すごく嬉しかったです、うんうん、その一言がなかったら金金はもしかしたらでもやっぱりその時のあの一言一言ってやっぱり、はい 選手にとっては大きな意味があって今後の自分の競技生活とかフィットネス人生を左右するかぐらいの大きなことがあるんで発言には皆さん注意しながら悪いこともいやそうですよ本当に NPCJ いいななんかそうそうそうんかいいな楽しくみんなでフィットネスが好きならみんなもう分け隔てなくやっていこうっていうのが 僕らのスタイルですね。ですね。フィットネスが好きな人はみんな友達ですね。そうです、そうです。どうだろうそんなこと言わないで。友達ってことにしてほしいな。にしましょう。今、NPCJ の話もずっと続いてたんですけど、NPCJ ってタトゥー OK じゃないですか。で、うちのスタッフにもタトゥー何名か入ってる人間がいるんですけど、翔さんも。 そうですねこ。これ聞いていいんですかね。タトゥーのその、うん、まあまあまあ僕絶対見せない。あ、そうなんですね。ですよタトゥーは。コンテスト時以外は絶対にタトゥーは見せない。うん、でなんかやっぱそのタトゥーの意味というかやっぱこう意味を持って入れてらっしゃるのかなと思ってそのちょっと意味僕聞いてみたかったんですけど。えっとね、まあこうタトゥーの話ってすごい日本ではデリケートな話じゃないですか。みたいですね。うん、みそうなんですよ。はい、すごい嫌な人は嫌なみたいで。 わかるんですけどねその気持ちが、うん、だから、あのー、僕は絶対こう究極の、まあ、自己満足っていうか、はい、まあ自分のファッションと自分が絶対に気に入ってるかどうか、うん、思いがどれぐらいあるかどうかっていうのが一番重要で、はい、あ周りの人は関係ないのかなって、うん、ただだから他の人に見せるようなことはこの日本ではなかなかしないっていうので、うん、まあ僕はこうずっと喋りの世界で、はい、まあカネキンがこうフィジークの世界でプロを目指しているようにこの喋りでこう。 いろんな人をこう盛り上げたりとか何、うん、かいい文化を作っていきたいなって思ってたんでマイクが入ってるんですよ。マイクが入ってて<ー>まさに放送機材が全部入ってるんですよ。スピーカーが入ってて <laughs>、はい、ヘッドフォンが入ってて、はい、それをごちゃ混ぜにして入れてあって <laughs>、はい、で隙間入れるとこなくなっちゃったねって言ったところに<ー>何だろうな俺の人生でもう一つ喋り以外に放送業以外に大事なこと。はい トレーニングじゃんっつってバーベルとかダメル入れたんでもう何が入ってるか正直分かんないぐらいその理由ってのが何が入ってるか分かんなくしたのは何かが入ってると必ず秋が来るじゃないですかこれっていうものが入ってるともう訳が分かんないから秋が来ないなるほどねいろんなそういう思いが込まれて自分は好きですけどね僕も好きですけファッションだと思ってるのでまあまあまあ でもねいろいろですまあ日本人僕もわかりますの日本の感覚はそうだからこの話をありなのかなしなのかってこう議論してっても絶対に答えが出ないそうなんですよだからこう本当に周りの方に迷惑をかけないように嫌な思いにならないようにする気遣いがないとまあ日本ではの話ですね本当にそうです ななのかなでもこれからオリンピックもあるから、うん、その辺りのねまあ海外選手結構ガンガン入れてる選手とか来るのでニュースでもあるから逆に自分はそ,のそれよりそのタトゥーどころじゃなくてその誰でも子供でも入れるようなコンビニに AV みたいな雑誌が並,ぶ並んでるのが <laughs> <ー>そっちがそれ普通じゃないんじゃないと思う,うんかん,ん,、うん、ん,んでそれが普通でタトゥーが普通じゃない確かにだってウェスリーンはまあ、まあ、1か月なんだけど、はいうん、彼がだって彼の初めの 初めて見る裸の女性がもしかしたらに1歳ぐらいの時にこうやってコンビニに入って、<laughs> 何これ !?KTV いいな、<laughs> <laughs> こういう話が。でもそ,そっちの方が自分にとってなん,かなんでそれが普通、うん、なんか日本おかしいらしいですよね。日日本本大好きですよ人だし <laughs>、はい、ただ うん、<laughs> <laughs> 確かにうん翔さんそれについてはどうますかんかもういきなりめちゃくちゃ面白いこと言わなきゃいけない, <laughs> いでもでも確かにそうですよね、うん、だ,かだからそのいい悪いの基準がなかなか結構この、うん、違ったりするところが難しいから、うんうん、はいグレーですよ結局白黒あるんですけどグレーが一番大きいと思いますので、うんうん、いろんなことが。 いや面白いです。カレンが一番面白いよ。うん。まあ、うん。何の話してたんだっけな。なんかね、でも視聴者からも質問募集したでしょ。そうですね。そろそろそっちに移りましょうか。はい。あります。そう、えっと NPGJ の MC をやっている翔さんに質問募集したところ、えっと次、あ、やっぱそのなんか名前間違えたことないんですかとかもありましたし、あ、これ、そうですよね。どうにすみません。 さっきはちょっと面白いエピソードを触れたんですけど MC をやられていて一番感動したこと、まあ、この優劣つけるのはあるかもしれないですけどこれは感動したなっていうエピソードがあればお願いし感動したことはね、はい、やっぱりこうあの勝った選手ってやっぱりこう MC としては一番最初にもちろんコールして、はい、あの嬉しい涙っていうのが、まあ、そこで感情とか伝わってくるで MC をやってると同じレベルの努力をしたけれども 優勝と10位とか、うん、優勝と5位ではすごい差があって、うん、やっぱりその日の光の当たらないところ、はい、負けた選手のその涙を MC 終わった後にバックステージとかで見るんですよ。はい、でその時に選手泣いてるのももちろんなんだけどそれを支えた家族もやっぱり同じ思いで泣いてるんですよ。 盗み聞きってわけじゃないですけど、意味に入ってくると、やっぱり共感できる、そうだよね、自分も選手やってるんで、やっぱり周りの支える人の大変さ、本人はもう好きなことやってるから、いいんですよ、いくらスクワットがきつくたって、カーディオがきつくたって、当たり前なんですよ、好きなことだから、鶏肉だって食えばいいじゃそいですか、それを支える周りの人。 やっぱそういう人たちの思いが詰まった大会で、そういう終わった凝縮されたものが、弾けた瞬間ってのを、こう M. C. 終わった後に見てると。まあ、やっぱり感動すつか、やっぱ心動くんですよね。うん、間違いない。あこういう物語もこういうところにあるんだなっていう。のをすごい感じるんですよ。勝って、わ、もう華やかな世界だけじゃなくて。<ー>やっぱりその努力って、このこん。 やっぱスポーツって全部努力必要ですけどこの競技の努力ってまた変わってるじゃないですか人生のほとんどの時間を捧げるからそれがしかもその日でこう一旦終わるで普通の平凡の日常が戻ってくるっていうそこのあれですよね2人の物語みたいのをバックステージとかで見るとすごい感動するすごいです確かに感動がちょっと例えばサッ,カーとかにサッカーとかですとまあ その試合負けても、いや、また4日後に試合がある、そ,うですね、それを勝てばいい、うんうん、負けてもまあ勝つ、勝ち負け、勝ち負け、フィジークでもその1年に1回とか2、3回とか、その勝ち負けの,この差が違う、まあそうですね、はい、でもその自分も勝ったことも、まあ運,まあ、運がよく勝ったことの方が多いんですけど、負けたことも十分経験してるので、いや、わかりますよ、うん、負けた時はやばい。 <laughs> そう負けた時もそうだし、やっぱり金金さんはこうビジネスもチャレンジされてるじゃないですか、だからこう、チャレンジすると、失敗ってめちゃめちゃ増えるじゃないですか、うん、増えます、心折れること、めちゃめちゃ増えるじゃないですかすうですもう自分を失敗できる環境にもう、どんどん置いてる感じですよね、勝負をすると、なるほどもう可能性が大きい、勝つ人は一人なんで、うん、確かに。 だからそこでこう、金金さんをこう0 0出会った時からずっと見てて、数々のチャレンジ、でやっぱりもちろん勝つこともあるけども。失敗もあるし、それを取り巻く周りの人の意見とか言葉もあるし、そういうのを全部受け止めながら進んできてる。金金っていうのは、本当に頭がさ、すごいと思。いやう皆さん言いますよ、それはやっぱりもう。すごい。<laughs> もう勝ちたいですよ。<laughs> いや、でもなんか翔さんも先ほど言ってたんですけど、まあ大会出ること、僕ら選手として、まあ出たいから出てる。 周りの人が本当にリスペクトですよ。その、なんか原料期のちょっと、なんかすぐ切れちゃうような感じに、まだ周りにいてくれたり。原料期機、機嫌悪くなる人、見てるかな、KTV。機嫌悪くなる人。はーい。翔さんもやっぱなるんですかいけないですけどね。どうしてもちょっとその日の疲れなのか、炭水化物が少ないかいろんな、要因が重なって。重なって。 すごいやばいやつになっちゃう時があるんですけど、本当に巻き込んでる皆さん、すみません、はい、危険悪い人、みんな、すみませんにね <laughs> なんかそう、なんか不必要なこと言っちゃう。いらんことってやつ、いや例えば、まあ、まあ、こう話と例えると、この前、スポーテックの映像を、はい、スポーテックの映像を撮って、でそのなんか自分はその話しているとここうやって返事するんですけど、タカが、えっ、ー、と、その、 なんか編集っぽいところを音楽好きのかっこいいところはたかが編集するっていうちょっと方法でやってたか、うんはい、がこ,この編集して送ってきてこれどうって言ったらまあちょっと気,な気に入らないとこがあったでもそこまで悪くないまだ結構いいでも自分の言葉で言うとそのままの言葉で言うと、うん、もうな英語 日本語でどうやってのかなもう最悪もう何も心はこもってないこんなのあららららこんなつまらないし意味がないとかわーって言って普段だったらこうオブラートに包んで言えるところを全否定できないんですよ全否定で電話終わったら「いやそんなひどかったからな」って見返して「いや結構いいじゃん」と思ってよかったですよ結構まあでもでもそういう思いもあったなんかそのもっとこもってほしかったけど必要以上なるほどそういう人 remember that? It was fine though でもまあ分かってるからそうですよねまあ信頼関係あってこそですよねまあもちろんいいとこも言いながらそうですなるほど支えてもらってますはい。周りの人たちに感謝ですありがとうございます T シャツ作りたいですね今はローカーボだ減量中減量中注意みたいな。何でしたかさっきの言葉暴言え暴言土豪ですか土豪 道合注意 <laughs>、ね、<laughs> 新しい展開、<laughs> 新しいデザイン展開です。<laughs> えー、はい、ありがとうございます。はい、次行きましょう。えー、っと、その全国各地で M チーム、MC、MC、MC をやられていますが、<laughs> はい、体調や食事の管理で意識されていることは何ですかえっと、やっぱりコンテスト、自分が試合に出る、はい、あのー、間際の地方大会、うん、っていうのにやっぱりね、食事をこう作っても テクなので、そこが一番大変ですね。<うん S 1> 結局。 なんかほとんど年間通して同じものを食べてる、実は僕、めちゃくちゃ酒飲みなんですけど、もともとは、ただこの競技に出会って、お酒はかなりほとんど飲まなくなったんで、いいことですよねそう昔は飲みすぎて次の日つらいとか、そういう体調管理っていう部分では、すごい、はい、あの危うい部分があったんですけど、はい、毎日健康的な生活してるじゃないですか、はい、本当にやっぱダイエットって結局、最終的には健康的な食、バランスのいい食生活になるんですよね、一番体がうまく仕上がるのって。だそれやってるんで いつもの日常を過ごしてればまあ MC には本当影響のない体調は本当管理できるただしやっぱりコンテスト直前ですよね1週間前にあのじゃあ去年はどこだったの福岡とかだったかなもう自分結構カーボはさつまいもなんですけどさつまいもこう全部冷凍してジップロックにめちゃめちゃ詰めて で持ってっててホテルの冷凍庫入れてっていう、うん、やっぱそういうの重いじゃないですか、うん、重いですね、はい、まあ戦士たるものねそれが当たり前なのかもしれないですけど、うんうん、そのあたりが一番ちょっとなるほど、うん、体調管理っていうよりも食事管理では苦労しますよねはいなんか喉のケアとかってされるんですかここれねししなな、はい、ないいんんでですす一切す<ー>、うん、意外にこうなんか なんかすごい歌詞がなんかこうなんかなんかこう上気をしますありますね。ありますね。なんかこういろいろ言われてるじゃないですか。ウーロン茶飲まないとか。ウーロン茶飲まないとか。なんかいろいろあるんですけど。はい、ないですね。でも喋るテクニックがうまければ、うん、喉ってそれほどやっぱりそうなんす。うん、うん怪我しないです、ね。あ、でもね、それそれそうなんですよ。結局喉でずっとガッガッガッガ,ッガッって喋ってると喉痛くなっちゃうんですけど。うん、はい。 あんだけ欲をつけて、何番何番とか言ってても、お腹で喋ってるので、喉痛くなる。複数ですよ。ポージングも上手くなると、ね、力まなくても自然に腹筋が出せる楽にこう、いいポーズが取れるようになるじゃないですど。なんか、あっ、力入れないみたいな、しゅんさんも言ってましたよね。フロントポーズのとき、なるべくなんかこう、力を入れずに、そうそう、力入れるとこもあるんですけど、入れないところの方が大きいかもしれないです。 なるほどありがとうございます。MC をやっているといろんなことがある。すみませんね。喉のケアとかなんもなくて。なんか、全然、全然。出てきたのがパンツ、パンツ同じひどいね。俺なんか、ウォームアップルーティンを教えてくれるのかなと思ったらパンツでしたね。声出しとかあるのかなララララとかなんか。そうそうそう。なんか、あああとかね。ワンツー、ワンツーとかやってんのかなと思ったらね。パンツ。いいですね。パンツ、パンツ。はい。 テープ大丈夫ですか大丈夫ですかはい。今どい、どんぐらいだどんぐらいやりましたかねもうん、結構いい感じ今、今、ね、もうそろそろ巻き上げてもいいかもしれないしそうです、ね。翔さんもね、いろいろ忙しいんですよ、なんかね、あの皆さん知ってる翔さんは MC の翔さん、はい、もしくは選手の翔さんなんですけど、うん、なんか、あのー、すごい方なんですよ。<laughs> <laughs> だから、だから KTV に呼んだんですよ。<laughs> ありがとうございます すごい方なんですよ。<laughs> 今日ちょっとあのお昼からずっと取材とかもされてて<や>、喋<そ>りっぱなしですね。えで,でも本当にあのあれなんですよ。なんかこう長く 金城さんとお付き合いさせていただいているようでここまで一緒にいるとかここまで長く初めて言葉を交わすの何気に初めてっていうそもう五年越しとかじゃ仲良くなりましたね今日もう仲良くなりましたねもうスペクトですも金さんの助手席にもそうですねいいでしょういいでし金ファンのみんなやばいななんかしさんのあの何ですか鶏胸の焼き方も教えてもらいましたしそうですねなんかちょっと家に帰って検索してみますはいそうそうそう先ほどこれね 金銀さんがそれ使い出したらそこのメーカーの社長喜んじゃう最初はちょっとこっそり使いますこっそり何かいろいろ問題があるんですよ自分が使っているサプリとかを紹介してしまうと自分の買いたい分がなくなってしまって。 困ってるんですよ、人気者は大変なんかそういうの自慢話っぽく聞こえちゃう、いや、羨ましいな、いや、でも、そういう話をなるべくしない方がいいのかなって思い始めて、なんか自慢話、結局自慢話じゃないですか、まあまあ、そうです、でも現実じゃないですか、大丈夫ですか、確かに、変でしたら言ってください、自慢していいっすよ、ここまで作ってくれれば、俊さんの言う自慢話みたいなやつって、結論、事実なんですよね、そう。 だからもういいんですよ。あイラッと来るか来ないかはね、分そのその人のケガってだいぶある方ですか。あいいとですか。全然来ないんで大丈夫ですよ。またその金金のこのしゃべり口はいい感じなんですよ。本当にいい感じなんですよ。間違います。あとは日本語力を、言語力を磨いて。今ぐらいすごいいい感じですよ。わかりました。自信がつきます。ショーテービーでなんかパクりたいもんな、俺もこう金金がやってるやつ。 SHOWTV <laughs> <あ>チャンネルやってますよ。<laughs> はい、なんかいつかあの自分が、えー、と大会とか出たら、ちょっと SHOWTV さんに出たいですね。でも今日、ね、今日のインタビューってショー TV、SHOWTV、ね、自分今日あのショウさんからインタビュー受けたんですよ。それはその、えー、とフィットネスワールドという雑誌のためでもあるんですけど、SHOWTV、えー、チャンネルでも出るものがあるっていうことですかです そうういことですね雑誌には収まりきれないぐらい今話しちゃったんで、結構りまし白い、カネキンさんのお話聞けたんで、それは SHOWTV の方でもうつまらないとこは全部カットしてください。やばいです、もう全部。っていうか、っていうとカットしづらくなるかもしれないんで、もう容赦なくカットしてください。結局、僕個人的に聞きたいこととかも結構聞いちゃいましたいや、面白かったです、僕も聞いてたんですけど、本当選手の皆様に限らず、ね やっぱり見ていただきたいなと今回のこの金金さんが出演した回はねはいまたこの面白い回となってますなので今皆さんのおかげで今現在 KTV チャンネルは登録者1万6千人を超えてます皆さんが SHOWTV に問えばえっと1万6千人増えるはずです計算計算上ね計算が早い皆さん飛んでくださいえっと巻き上げましょうかそうですね翔さんなんか最後にこのまあ視聴者の方に伝えたいことがあれば 今日はあのこの KTV というねあの素晴らしい番組に出演させていただいたことを本当嬉しく思っていますと今日もあの神宮寺さんと,えとお会いするのも初めてですしまあ金金さんとこうやってね長時間こうトークを展開するのも初めてだったんですけれども本当にやっぱりねあのビジネスマンとしてもあの尊敬できるしやっぱりこ,うこの後に。 ね、オリンピアっていう大きな舞台が待ってる中での今日こういう貴重な時間をいただけたことはねやっぱりとても嬉しく思ってるしやっぱり結果出してほしいですよ一緒にここまでねコツ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 ちっちゃい会場でやってきて、ね、世界に羽ばたいた瞬間でもありますからねいやここをねあのりやっぱりバシッと決めていただいてで神宮寺さんにはこの。 MC としてこの番組をこう引っ張っていただく勉強になったね今日もう勉強になりました翔さんがインフルエンザでできない場合は僕がいけるぐらいになれるように NPCJ の皆さん聞いてますか調子乗りました NPCJ の次の冗談です冗談ですじゃあ僕は先週で MC 神宮寺冗談です皆さんすみません大丈夫かなすみません。いやいやでも頑張っていこうはい 日本語も勉強して、はい、僕らもちょっとね、トーク力磨いていきましょう。そうですね、はい。僕もレベルアップできるように頑張ります。皆さん、この動画を最後まで見てくれて、Thank you very much。えー、僕はインスタグラム、まあ、僕はソーシャルメディアやってる、ジングさんもやってる、SHO さんもやってます。ぜひ登録をお願いします。いすとこのチャンネルも登録しない方は登録録し方はぐに してください。はい。で、ツイッターの方でもえーと、関根 TV あのゲストのアップデートでしたり、質問の募集っていうのをしてまいりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。そんな感じで今回のエピソード終わりたいと思います。See you next time. See you.